ラチェットクランク・ラチェットクランク・ザ・ゲームラチェットクランク・ザ・ゲームは日本では2016年8月9日に発売されたコンピュータゲームソフト。ラチェットクランクシリーズの作品で初のプレイステーション4用ソフトとなる。2002年にプレイステーション2用ソフトとして発売されたラチェットクランクシリーズ第1作目のリブート作品。 ラチェットとクランクのコンビを操作して宇宙の様々な星を冒険するアクションゲームストーリーは PS 2版初代をベースにしつつ新たなガラメカや惑星が追加されステージ構成にも変更が加えられている北米版はサブタイトル等がつかないラチェットクランクというタイトル日本では通常版の他に北米で公開された映画ラチェット クランク・ザ・ムービーのブルーレイディスクと野村・シンボによる描きおろし漫画を収録したコロコロコミック編集部による小冊子がセットになった超スペシャル限定版も同時発売された。銀河の辺境、惑星、ベルディンに住むロンバックス族の少年、ラチェット。彼の夢はお茶の間で大人気のヒーロー、キャプテン・クオォークをはじめとした宇宙の平和を守る戦隊。 ガラクチックレンジャーに入隊し、有名になることだった。ラチェットは夢を叶えるため、広場にて開催された入隊試験に参加し見事合格するが、数々の不正が見つかったため、入隊を断られ、途方に暮れていた。同じ頃、議員が一のマッドサイエンティスト、ドクター・ネファリウスと結託した、ドレック・インダストリーズの社長、ビッグボス・ドレックが支配する惑星カルトの、 ロボット工場で一体の不良品ウォーボットが誕生した。ウォーボットはブラーグの魔の手を逃れるため宇宙船で脱出する。しかし、ウォーボットの乗った宇宙船はドレックの配下ベクターフォンイオンによる追撃を受け惑星ベルディンに墜落してしまう。墜落する宇宙船を目撃したラチェットは赴いた墜落現場でウォーボットを救出する。二人は互いに自己紹介する。 ロボットは、排気ローボット B5429 と名乗るが、ラッチェットは、クランクと名付けた。二人はガレージに向かう途中でクランクを追撃しようと、現れたブラーグの軍団を蹴散らす。クランクを修理した後、宇宙船に乗り込み、惑星、ベルディングを後にする。こうして、二人の銀河を股にかける大冒険の幕が上がった。今作では、ストーリーの一新やシステム、 アイテム入手順の変更に伴い、1で登場した一部の惑星や施設は登場しない。今作では、合計15種類の武器がラメカが登場する。2以降のようなレベルアップシステムとなっており、使い続けることで、レベルが上がり威力が増す。またゲーム中で手に入るラリタニウムを使うことで、射程距離や相談数を増やすアップグレードを購入できる。アップグレードマップには、 で隠されたマスがあり、その場合は、周辺のアップグレードをすべて購入することで、ミステリーアップグレードとして、さらに特殊なアップグレードが追加される。また、2周目以降のチャレンジモードでは、さらに、オメガ武器が登場。武器が、レベル5かつ、対応した、ホロカードシリーズをすべて揃えることで購入が解禁される。購入すると、レベル上限が10になる上、 ラルタニウムアップグレードマスも増える。ありがとうございます。